ロシア風行進幻想曲作品353は、ワルツオヨハン・シュトラウス2世が1872年に作曲した性格的内容の還元楽曲。ロシア風行進曲幻想曲、ロシア風幻想行進曲とも。1872年の春頃、当時創作の絶頂期にあったヨハン・シュトラウス2世が、当初は12回目の公式ロシア訪問用に、 以前のロシアの夏滞在時代に長年温めておいた楽奏のフラグメント素材を活用しまとめ上げて純粋な演奏会用のユニークなキャラクターピースとしてロシアのパブロフスク駅舎での演奏を目論んで編んで書かれた楽曲とされる陽気な作品を多く書いてきた作曲家にしては珍しく強い威厳性が感じられフルートやクラリネットなどの管楽器が活躍し加えて ティンパニの連打など大胆で斬新な響きを意図的に狙ったとでも言うべき鮮やかな還元学手法によって荘厳な音響空間を漂わせる。しかし、ウィーンのアルツ王のもとに新世界国アメリカの都市ボストンのパトリック・サースフィールド・ギルモアと言われたカール・シュベンダーが所有していた公園のような娯楽遊園地施設の野外オーケストラパビリオンで弟のエドアルト・シュトラウス一世の指揮する。 シュトラウス学団による演奏で行われ大成功のうちに幕引きとなったと言われる。ちなみに、この1861年に開園した大規模な土地を誇った現在のウィーン第13区のヒーチングのかつての娯楽施設ノイエベルは19世紀後半に取り壊されて小区画に分割され、その巨大で広大な土地の上に放末会社乱立時代の多数の高級住宅が ぎっしりと立てられて塞がれ、今日ではすっかりとかつての姿の光景を消し損ない、現存していない。しかし、本当の成功した、この作品のウィーン初演は、1872年9月10日に、王立、フォルクスガルテンで行われた、グランドサマーフェスティバルの場において、同じく、エドワルト一世意識のシュトラウス楽団によって、演奏された機会の時であったとの新説がある。 この作品の同日の初演では、シュトラウス楽団による演奏の他に、アントン・アムブロシュ式のメクレンブルク・シュベリーン大公の軍楽楽団も同様に作品演奏を行ったと伝えられる。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場は以下の通りである。ありがとうございます。